タレントさんで影響力あったら、はい、なんとなくタレントさんってこう CM 出て、ギャラもらうみたいなことが結構当たり前じゃないですか、うん、でもせっかくそんな影響力あるんであれば本当何かの会社に、投資して株持ってしまって、うん、そうするとこの会社の、まあ、そもそも好きだからその会社のお金出してるわけじゃないですか、うんうん、そうすると、CM とか関係なしにプライベートでツイッターでもインスタでもこれむちゃくちゃいいよって言って、うん、あの宣伝するじゃない好きな商品だから、はいはい、でこの会社がワンチャンバッて上がったら、うん、そのバッグむっちゃでかいっていう、だからなんか僕前から思ったんですけど影響力ある人本当にお金出せばいいのになって思って、それはだから実際にアメリカの芸能人とかは会社に株投資しまくってるわけですよ、はい、そのベンチャー企業とかそれでそのこう本業 の, そのタレント業よりも投資で儲けてる人が山のようにいるわけ、ね、はい、なんで日本人あれやらないんですか、うん、なんかギャンブルしちゃダメってママに言われた、あそうそう、ギャンブルっていうか、でもそれに近い感覚なんだと思う、うん、なんか応援みたいなのないですか、なんか例えば推し応援するみたいな、でも根本的に全てのビジネスギャンブルじゃないですか、はい、芸能人だってギャンブルだし、まあですね、まあ、時間をかけたギャンブルかもしれない、そうそうそう、だからそれと同じなんです。でも僕その仕事してるんだけど、はい、でも同じギャンブルでもこいつ目がないなってやつとこいついけれたのってあるじゃないですか、はいはいはい、この自分のこう仲間とかでも、はい、この子ちょっといけるよねっていうのと、うん、はい、この子多分申し訳ないんだけど10年頑張ってもダメだよねって、はい、あります、あります、これが投資ですよね、あ、まあ、要はこのそこに自分の判断があって、あこの子10年後勝てるよね、この子いけるよね、それに貼る。タレントさんだと分かりますよね、大体そうです、ね、ここの人来るなっていうのが、うん、そうそう、分かりますよね。でそれはそれを僕はやってて、うん、この会社来るな、この社長さんいけるな、でそれで行く、この人ダメだ、どこで判断するんですか会社の。確かに僕も正直友達が、なんか会社立ち上げるときに、うん、ちょっとお金出しよって言われるんですよ、はい、でその時の基準は何かっていうと、もうお前だったらもう別に会社どんだけ焦げても何も嫌じゃないっていう、うん、もうその人だから何の恨みもないんですよ、うん、っていうやつなんですけど、そうじゃない本当に株を買う時の目利きって どこなんですか。でもね、いやでも結局 僕もそうなんだけれども、その、まあ、僕自身だったりあと部下の人たちが会社を選ぶじゃないですか、はいはいはい、でその時にいつも聞くのは、もちろん儲かりそうだと思って投資をするんだけど、いつも言うのは、はい、そこの会社の製品とか商品とか社長好きっていう、あで、はいはい、その時に言いよどんだらもう絶対投資しない。でもやっぱり そういうのはすごい大事で、はい、やっぱりその投資をするときにもこの人いけるな、この会社いけるなっていうところがあるのと、はい、なんかちょっとダメかもしれない、でもなんか儲かりそうな話を聞いてるっていうのだとやっぱり違うんですよね。ああなんか最近だってお前だったら、うん、そのまあ騙されてもいいよっていうやつっていうのは、はい、やっぱり 人柄がいいのか、はい、嘘つかないのかなんかあるじゃないですか、はいはいはい、それが大事なんですよね。 ありますね。そうで大体失敗する案件は、はい、よく分かんないけど儲かるかもしれないっていうところでやった案件っていうのが失敗してる人が多いわけですよね。先輩芸人がなんか最近それで光るんですよ。